皆さんこんにちは、ウィズプランツの掛けひだです。今日はこちらラディッシュとあと株の種をまいていきたいと思います。では早速プランターを用意します。まず受け皿を置きます。それでこの上にプランターを置いて、そしてちょっと待ってくださいね。こちら軽いって伸ばすんですね。鉢底石をプランターの中に敷いていきたいと思います。これ本当に驚くほど軽くて、持ってる感じがしないレベルなんですよ。もしホームセンターとかで売ってるの見かけたら、ぜひ持ち上げてみてください。まあ隣に多分他の鉢底石もあると思うので、比べると驚かれると思います。今回はね、撮影や日当たり調整の関係で結構プランターを移動させることもあると思うので、この明るさは非常に助かりそうですね。はい。ちなみにこれ僕の癖なんですけど、袋の中身を出し切った後って最後に綺麗に折りたたみたいんですよね。そういう癖がある方いませんか？もしいたらコメントください。次に土を入れていきたいと思いますが、そのための白いスコップも買ってきました。早速パッケージを開けて、このスコップ3つの大きさがあるんですね。今回はこの外側の一番大きいサイズのスコップを使って土を入れていきたいと思います。じゃあ行ってきます。はい、土を入れてきました。実は直前に土を入れるシーンを撮影しようと思ってたんですけど、外の風が思ってたより強くてプランターが倒れちゃったんですよね。で、軽石が飛んでってしまうハプニングがあったんですよ。なのですいません、ちょっと映像に残す余裕がなくて。はい。で、次に種をまくための穴を開けます。この穴は深さ5ミリちょっとですかね、人差し指の関節半分くらいの深さを目処にしています。今日は2種類のラディッシュと1種類の株、合計3種類の種をまいていきます。種1種類につき3つの穴に2つずつ種をまいていこうと思っているので、全部で9つの穴を開けました。で、この穴を開けた上で土の上面を平らにならしておき、浅めに種をまいていきたいと思います。結構ね、段差があったので。では種まきです。一つ目はこちら、甘み株という小株の種をまきます。まずは真ん中の3つの穴にこの甘み株を植えていきたいと思います。まくですね。種を植えるって言わないですよね。2つ目はこちら、ラディッシュの種です。商品名は赤丸二十日大根っていうみたいですね。左から順に植えていきます。巻いていきます。またやってしまった。ちなみに日本では二十日大根のことをラディッシュと呼びます。なんかアメリカだとラディッシュっていうと大根、その一通りのことを言うみたいなんですよね。最後に先ほどと同じラディッシュなのですが、別の種屋さんのニューコメットという名前の種をまいていきたいと思います。はい、まき終わりました。まき終えたら深くなりすぎないように優しく土をかけていきたいと思いますね。人差し指を使って、ちょっと今大きめの土をどかしました。土の塊ですね。はい、最後に全体をならして、
そしてスプレーを使って土をよく湿らせていきます。じょうろやコップでね水をやると勢いが強いんですよね。あれ土の深さとかこう柔らかさとか変わっちゃうので、最初はスプレーで優しく水を与えるようにしています。ちなみにこの透明のスプレーなんですけど、僕の気に入りなんですよね。まあ、100均なんですけど。スプレーでしっかり水をかけていきたいと思います。この映像地味ですね。きっと地味ですね。はい、僕はちょっと必死にスプレーやっているんですけど、はい、作業はこれで終わりです。作業終了後に今回土に直接触れていたので結構肌荒れちゃうんでね、肌が荒れないようにウルオスで手を潤していきたいと思います。誰がうまいこと言えって言ったのよくね、はい、全体にまんべんなく塗り込んでいって、はい、今回のラディッシュと株の種まき動画いかがでしたでしょうか。動画への高評価、ウィズプランツへのチャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。皆さんからのコメントやアドバイスもお待ちしています。ではまた。